入山明恵の経営理論でイシューを語ろう。はい、というわけで今週も始まりました、永山さん、常盤さん、そして野田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はうちのミレニアル野田がですね、先週ぜひぜひご意見を伺いたいことが興味深いですよ。野田さんから本領発揮よろしくお願いします。お願いします。今アメリカの若者が、社会主義に非常に肯定的になってきているという調査結果が出ていて、はい、今これは2021年の調査なんですけど、20代とか、10代とか、より若くなればなるほどその社会主義に対して半分くらいの人が特にその肯定的な意見を持っているという結果が出ていて、でこれに対して常盤さんと一緒に話していると、はい、ちょっと世代の格差を感じると。そうなんですよ。社会主義ってよく見えるのかみたいな話になって、で、僕の肌感覚からすると、そのなんでその上の世代の人たち、よりさらに親世代になってくればなるほどなんですけど、そんなに嫌うのかよくわからない。今、日本の給料30年間上がってないっていうそのグラフとかを見ると、やはり衝撃的で、こんなになんかそんななるんだったら、その頑張って働かなくても、なんかこう、むしろこう社会主義的にそのベーシックインカムとかその保障されて、ある程度決められたその枠で労働している方がいいんじゃないかと思ったりもするんですけど、これに対して先生どう思いますか？なるほど。だ野田さんの感覚から、野田さんは要するに20代で、ね、いわゆるミレニアル世代なわけですけど、野田さんの周りも結構日本人の友達も、はい、これ今回の結果ってアメリカじゃないですか。アメリカの若者はあれですよね、例えば今僕の手元の資料で見ると25歳から34歳、ミレニアルですね、野田さんの世代は資本主義について肯定的か否定的かで見ると肯定的 53% 否定的 40% なんで、まず否定的な人、資本主義に否定的な人がそもそも4割いて、社会主義に肯定的な人が 50%、 否定的な人が 43% だから、社会主義については実は5割の人、半分の人が肯定的で否定的な人を上回ってると。で野田さんよりさらに1個若い18歳から24歳だと 52% が肯定的っていうことなわけですね。これアメリカの結果でもそうなんだけど、日本もどうですか野田さん、周り見てるとみんなそんな感じ？と結構肌感覚が非常に近いなとこの結果を見て思って、で私 の、 その大学時代とか僕は経済学部にいたんですけれども、半分ぐらいの学生が資本主義みたいな、その例えばその自民党の政策、アベノミクスみたいな政策をいいねって言ってるんですけど、もう半分くらいはいいねと全く思ってないみたいな。あ、分かれてんだ。はい、真っ二つに分かれていて、でその真っ二つに分かれていると結構仲良くなれないみたいな本当にあって友人関係にまで大学で分断が起きてるのありましたね。例えばなんですけど、実際にその友達がその大学に車で通ってる友達とかがいて、でその彼と話しているときになんか選挙の話になって、で次誰に投票するかみたいな話したときに、なんか俺は自民党でいいやみたいなことを言ったときに、全然自民党を支持していなかったその同じ車に同乗していた人たちは結構もう黙って、それ以上会話がマジでされなくなったっていうことが、多分なんか立憲民主とかに入れたかってた人たちがいるわけですね、 そっちの若者ね、はい、これも本当に実際にあったことですね。いや例えばね、ちょっと野田さんの出身大学知らないですけど、僕がいた頃は、はい、要するに まさにその資本主義っていうか自由、市場経済主義っていうのがものすごい当たり前ですけど推してたんで、大学にマルケーと呼ばれる先生がいたわけですよ。マルクス経済をやってる先生は、はっきり言うとちょっと怒られるけど馬鹿にされてたわけですよ。まだいるのみたいな、はい、でまだいるのみたいな感じで、なんか一部 その近代経済と呼ばれる最近のいわゆる資本主義型の経済学をやってた人たちは、昔マルケーっていう学問があってねみたいな、はい、まだうちの大学も全員は駆逐できてないんだよねみたいなことを言ってたわけですよ。某慶応大学ですけど、でもむしろそうじゃないわけですよね。もしかしたら野田さんくらいの時代から丸系の先生が復活してもいいみたいな。僕 の身の回りで一瞬そのなぜかマルクスの共産党選挙が流行った時期があって、これ熱くていいよねみたいなことで、いいな、サークル内で
僕はあの英語のサークルにいたんですけど、はい、英語でディベートをするサークルにいたんですけど、その中でちょっと流行ったりとかして、で、まあ、僕が今29歳ということで、あの本当に大学に入学したタイミングが 3.11 だったんですよね。で入学式が延期されたりとかして、で、まあ、あの福島の流されちゃうようなニュースとかを見たりとか、まあ、ボランティアにこう本当に行ったりとかする友達たちもいて、で頑張るって何なんだろうみたいな、頑張って働いた先がこんな風になんか一気に崩れたりすることもあったりして、うん、なんかそういうなんか社会を信頼するっていうことがすごいこう違和感を覚えるみたいなことが根本的にあったと思うんですね。なるほどね。ちなみにどうですか、時雄さんと永山さんは今この20代の若者の話を聞いてどう思ってるというか。永山さん驚いてらっしゃいましたね。若い人ってなんか若い人と話すって大事ですね。やっぱり私はあの天安門事件の衝撃とかがあるんで、うん、基本、社会主義恐ろしいものっていうのがやっぱりありますね。私もそれに近いですね、どちらかというと、うん、先日野田と話をしてた時に、あの野田がまじまじと社会主義って何がいけないんですっけって言われて答えに窮してしまいましたね。あのただちょっと僕そこでまさに今日ちょっと先に整理したいことがあるんですけど、うん、社会主義って話と非民主主義って話は別だと理解してるんですね、うん、つまり、うん、あのいや、あの永山さんがおっしゃった天安門事件って僕も当然あれはもうとんでもないことだと思いますけど、あの要するにあの僕とか永山さんとか時和さんの世代っていうのはいわゆるあの、まあ、東西冷戦っていうのがまだ僕がちっちゃい頃もあった時代で、つまりソ連とか、まあ、それからその旧ソ連の影響を受けた中国みたいな東側の国と、それからまあアメリカ側に入った日本 の、まあ、あの資本市場を中心にした、まあ、いわゆる資本主義国家があって、もちろんまずそもそもそういうその経済の仕組みが資本主義と社会主義で違うんですけど、社会主義ってあくまで僕の理解は経済システムの問題なので、それとその国を政治体制としてどうやって運営するかっていう、いわゆる民主主義国家か共産党一党独裁みたいないわゆる権威主義国家かっていうのの、そこは多分レイヤーが違っているはずで、なんでかっていうと、権威主義国家でも資本主義は運営できるんですね一応、うん、で例えば今の中国はそうなわけですね。で中国は、今権威主義国家で、まあ、はっきり言うと共産党一党独裁なわけじゃないですか、はい、だけど実は資本主義というメカニズムはそれなりに機能してるというか、機能したからこそむしろ豊かに最近はなってきてるし、うん、一番分かりやすいのはシンガポールですよね。シンガポールっていうのは、まあ、はっきり言うとズバリ日本人がたまに揶揄して言うのはとても僕もいい国だと思いますけど、明るい北朝鮮って呼んでるわけですよ、うん、はっきり言うと、はい、つまりめちゃめちゃ明るいんだけど、資本主義なんでめっちゃうまくいってるんですけど、実は政府は当然一党独裁というか、まあ、あの権威主義で民主主義の選挙はないわけですよね。でただ今のところうまく機能してると。で永山さんが怖いなっていうのはどっちかっていうと、民主主義じゃなくて権威主義の政権が暴走するっていう話かなって思った。そうですね、はい、でも腐敗しやすいのかなっていう考えがありますね、うんうん、なるほど。時雄さんもそういう感じ。うん、あ、私はですね、まあ、それもありますし、私はやっぱり東西冷戦とか旧ソ連が崩壊した時とかをやっぱりあのリアルに見ている世代なので、やっぱそれの刷り込みがあったんだなっていうのは野田のと話をしながら改めて思ったところですね。あとそのやっぱり野田のあれだけも言ってましたけど、だって頑張っても給料上がらないじゃないですかとかですね、あの頑張っても頑張っても格差は広がる一方じゃないですかっていうのを聞くと、まあ確かに現実そういうことが起きているっていうのは、資本主義がやっぱり機能不全に陥っている部分があるんだろうなっていうのは改めてそういうふうに言われると感じる、ね、なるほどね。はい、野田さんはどうですか、あれですよね、今日テーマにしたいのはあくまで経済の社会主義か資本主義かって話であって、その、はい、政治体制は民主主義の方がいいと思ってるっていう。あ、そうですね、はい、その前提です。だからいわゆるあの民主社会主義国家ってやつですね、あるいは社会民主主義国家と呼ばれる、あの昔マルクスとかが実はまさに目指したのはその世界なわけですけど、はい、僕の理解では今のところ人類で社会民主主義国家をうまく作れた国、つまり民主主義をやりながら
社会主義的な経済を回せた国は一個もないっていうのが僕の理解なんですけど、うん、なんかまさにそれはあの大学の時にも話になっていて、でそれがなんで成し得ないんだろうっていう、なんかそのチェック機構が働かなくなってしまって、うん、まさにその一党独裁国家になっていってしまって、で権力が暴走して、でまあまあ本当にまあひどいことが起きてしまうっていう、逆にそこが働くためにはどうしたらよかったんだろうねみたいなことは話したりされていましたし、まだ答えが見つかっていないのかってことを思った、うん、とても興味深いですよね。は、うん、はい、あ、ごめんなさい、とても興味深いですよね。だから今はシンガポールとか中国みたいに政治体制は権威主義なんだけど、一応市場主義経済が回ってる国はある。だけど逆の政治は民主主義なんだけど経済システムが社会主義的になるっていう国は多分今のところ僕の理解では存在してなくて、で多分一個のポイントは社会主義になればなるほど当然分配機能が必要になってくるわけですけど、うんうんうん、そうすると当然中央が強くならざるを得ず、はい、そうするとやっぱりだんだん気づいたら一党独裁になってるっていうことなんだと思うんですけど、そこを打破できない、逆に言うとそれを打破できたらそういう未来がいいなと思ってるってことですよね。そうですね、はい、でもしかしたらテクノロジーとかこれからうまく使っていけばできるかもしれないみたいな議論きっと若い人たちはしてるのかなみたいな。そうですね、イェール大学 の、 あの成田君ですね、はいはい、成田さんがあの AI で決める民主主義の話とかされてますけど、何かそういうこう腐らない方法でやれたらよかったりするのかなと思ってるんですけど、うん、僕自身は、ま、じゃあここから僕の個人的な考えなんですけど、これ結構でかい話なんで僕も全然正解か失敗か、あの不正解かは言うつもりないし、あと僕実はあのあまりあのなんだっけ斉藤浩平さんでしたっけ、はい、の本とか、あと成田さんの本は実はちゃんと読んだことないので、その辺の知識ない状態で勝手なことだけ言うんですけど、僕多分アメリカのその若者が置かれてるそのなんとなく持ってる不平等感閉塞感と日本の若者が置かれてる不平等感とか閉塞感って実は本質は相当違うんじゃないかと思ってるんですよね。あ、それはでもあるかもしれません。あのでただ結果として両方とも格差に対して不満を持ってるから、閉塞感に対して不満を持ってるから、あの結果として閉塞感に対して不満を持ってる人が増えてきてるから、どっちも社会主義が大事なんいけんじゃないのって思ってるんだけど、結構僕はもともと両者がそうやって不満、両国の若者が不満を持つようになってる、あるいは閉塞感を持つようになってるメカニズムは違うと理解してるんですね。なんでかっていうと、アメリカっていうのは僕は資本主義を死ぬほど徹底化した国だと思うんですよ。資本主義をあまりにも徹底化した結果、その結果として格差が生まれ、格差が極大化しちゃったんで、ほとんど一部の人がものすごいお金を持って、残りの人はあまりお金を持てないっていう意味での閉塞感が出てると思うんですよね、はい、で僕の理解は日本は違っていて、大胆に誤解を恐れず大胆に言えば、日本って資本主義国家じゃないんですよね。だって競争メカニズム働いてないですから。あの僕から見ると資本主義の最大のドライバーは競争なんですよ。あのこれはもう当然ながら資本主義の前提で、まあ、市場メカニズムっていうのはアダム・スミスが神の見えざるって言って、あの経済学部なんてやったと思うんですけど、はい、あの頃からあるように根本にあるのは競争なんですね。競争することで市場というのをうまく、市場でちゃんと競争すれば、いわゆるあの神の見えざる手と言われる官邸の価格メカニズムですよね。価格メカニズムが機能していっぱい余ったものの価格は安くなり、足りないもののものは価格が上がるから、結果的に、まあ、あのそれで市場がうまくバランスが取れて、いわゆる資源の、まあ、最適な再配分が行われると、経済学の章で言うとパレート最適な状態になるというのが、まあ、一番根本の古典的な経済学の考え方なので、あの競争が前提なんですよね。そうすると問題は競争をどのくらいやった末にこういう状態になってるかっていうのが僕は結構ポイントだなと思っていて、で問題じゃあ競争がいいことか悪いことかって話があると思うんですけど、僕はどっちかっていうと、その僕は近代経済学の方を学んできたんで、どっちかっていうと競争は僕は是とするタイプで、なんでかっていうと競争しないと成長しないからなんですよね。でこの辺実は経済学だとどのくらいちゃんとメカニズムがあるのか分かんないですけど、経営学だとレッドクイーン理論っていうのがあって、早い話が人間はなんで成長するかっていうと競争があるから
成長するわけですね。これはもう多分間違いないと思うんですよ。人間誰でも自分一人で成長、自分が何にもこうない状態で成長したいかっていうと、まあ、そういう人もたまに稀にいるかもしれませんけど、基本はいろんなライバルとか仲間がいて暗黙で競争してるわけですね。ビジネスインサイダーだって他のメディアと競争してるし、僕だって分かんないけど、あまり競争してる感覚ないですけど、多分どっかの誰かと競争してるし、まあ、アメリカ行った時は超競争社会なんで、博士課程の中で死ぬほど競争してて、でも逆に言うと競争するからこそ負ける人もいるんだけど、勝つ人がいて、勝つ人はやっぱり新しい考え方とかものすごい努力をして新しい考え方とか斬新な視点とかを持つから、結果としてそういう人が勝って優勝劣敗がはっきりして、でもだからこそ新しい考えや、まあ、いわゆるイノベーションが生まれて社会が前進するっていうのが、僕は資本主義のもう一個の重要な側面だと理解してるんですね。社会主義になると競争がなくなっていくので進歩がなくなるわけですね、はい、で別にそれが悪いわけじゃないんですけど、でそうなってくると結構そこを考える必要があるんだろうなと思ってるのが、日本の場合何が起きてるかっていうと、僕の理解は競争が、そもそも資本主義の根本である競争がそれほど十分じゃないかったっていうのが僕の理解なんですよ。つまりアメリカほど激しい競争はしてない。例えばアメリカってご存知のようにちょっと会社の業績悪いとパッとクビになるわけですよね。でそれは会社間が競争しててと、もうクビになるのは前提なわけですね。とそうしたらまた別の会社に就職、再就職するチャンスがあるんで再就職するみたいな、ものすごい競争メカニズムが起きてて、で僕のいた大学の分野も学者間でとてつもない競争をやってるんですよ、アメリカって、はい、だから生き残ってる研究者っていうのはとてもものすごいいい待遇になるんだけど、実はほとんどの人が切られてるんですよ。実はアメリカで博士号を取った人の最大の今の現在の就職先は掃除婦だっていう分析があります。悲しいだから博士号を取ったからって別にその後競争社会が残る、人生で全く安泰ではなくて、僕もそうでしたけど、博士号はまでは、博士号を取るまでも死ぬほど大変なんですよ。でも取ってからが激しいんですよ。で僕はもう途中で日本に帰ってきちゃったんですけど、そのままいたらクビになったかもしれない、ならなかったかもしれないですけど、なったら多分別のもうちょっと弱い大学に行かなきゃいけなくて、そこでもクビになったらもしかしたら僕もちょっと別にそういう仕事を卑下するつもりないですけど、研究者の仕事を諦めてどっかの公園で掃除してたかもしれないわけですよ。でもそういう社会だからアメリカって大量のノーベル系学者が出てくるんですよ、ノーベル賞学者が。で問題はそれがいいか悪いか別なんですけど、まずそういう前提があって、まず一個は競争がない社会でいいですかっていうポイントがあると思うんですね、はい、でそうすると成長しませんよっていう、成長しない可能性が高い、で第2に日本はそもそもそう考えるとアメリカと比べてそういう競争社会だったんだっけって考えると、僕の理解は相当ぬるい社会なんですよね。で厄介なのはそこからで、アメリカの場合は激しい競争をやりすぎた結果、一部の勝てる人だけが富む時代になっちゃったわけですね、はい、である程度多分社会階層でポイントは未だに一発当てられるんですよ、アメリカって。だからアメリカンドリームは残ってるんで、イーロン・マスクみたいな南アフリカ移民みたいなのが来て一発当てるチャンスはあるんだけど、ただそれが途方もなく難しくなってるっていうことと、それから残念ながらある程度社会階層の固定化が進んでるっていうことだと思うんですね。つまりやっぱり一発当てられる人っていい大学出てる人が多くなってるんです。なぜかというと頭脳労働の時代なんで知識階層が強い時代だから、そうすると若い頃にいかに教育コストをかけてもらえるかが重要になるんで、やっぱりお金持ちの方が教育コストにお金かけられるから、結果としてはお金持ちの方がハーバードとかスタンフォードに行きやすいわけですよね。イーロン・マスクだってスタンフォードですから、違ったっけ、ペンシルバニアでしたっけ、そうですよ、まあ、とにかく名門校って、名門校じゃないですか、っていう。 でマーク・ザッカーバーもハーバードだし、だからそういう風になってきてるっていう、実はその機械の減少が社会固定化されてきてるっていうのがアメリカの課題で、そこが結構閉鎖感出るのかなっていう。で日本の場合は多分 そこまでも行ってないんですよ、競争する前のところで、なんかあんまりこうなんか激しい競争ってやってないじゃないですか、アメリカと比べると。そうですね、はい、
少なくともあの、クビにはならないですよね、そう、いまだに多くの会社はなんだかんだ言って終身雇用だし、はい、大学の先生なんて広いもんで、あの一度こうポジション、正規のポジションを取っちゃうと、もうまあクビ、あのセクハラかパワハラやらない限りクビにならないんですよ。うん、なんで僕はよく冗談で言うのは、だからこれは日本の大学の問題ですと。なんで逆に言うと、僕がクビになることがあったらセクハラかパワハラですって言ったんですけど、あの メディアではそうでないと思いますけどね。はい、まあ、そのくらいあの安定されてるポジションなんで、実は競争がすごく少ないんですね。うん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 、だから研究のインセンティブが弱くなるんで、僕みたいに研究以外のことをやって、だから僕もこれ悪い例ってことで言ってるんですけど、あの研究以外のことでこうやってビジネスインサイダーに出てるのも、これを出ててもクビにならないからなんで、だから僕これ協会のテーマって、逆に野田さんこの2つどう思うのかなって知りたいっていう、僕から見るとまず資本主義、社会主義っていうのはイコール競争がない世界なんで、成長が止まるんじゃないか。うーん、実際中国やソ連はだから止まって経済的にめちゃめちゃ遅れたわけですよね。はい、うんうん、でそれを是とするかっていうのが1個目と、2個目は日本ってそもそもアメリカとは違うんじゃないかっていう、日本はそんなに資本主義行き渡ってないんですよ多分、うんうんうん、そういう中ででも野田さんたち若い世代が閉塞感を持ってるっていうのをどう捉えるか、逆に言うとアメリカの若者の不満とあんまり同じ次元で考えると、ちょっと間違ってると言わないんですけど、日本なりの課題があるんじゃないかなって思うっていう。それはまさにそうかもしれないです。一つ目のその競争を良しとするか否かっていうのは、うん、難しいですよね。なんか競争をしなくなったらどうなるのか、あまり想像ができないっていうのはありますよね。競争しないってどうなるんだろうっていうふうに感じたりはしますね。二つ目の方が、まあ、課題が本質的に違うのではないかっていう、そこは結構確かに、あの一言お伺いした時から確かにそうかもっていうのは思いました。なんかそのある程度やはり守られてはいるので、会社っていう制度の中で正社員になれるかなれないかみたいな分水嶺がまずあると思うんですけど、例えばそこは守られていたりすれば安住であるみたいなところはあるかもしれないので、逆に言うとあれですよね、あの非正規と正規で分けた時に、はい、非正規の方って逆に言うとなかなか正規になれないじゃないですか。そうですね、だから逆に実は正規と非正規の間に競争がないんですよね、あれって。あ、そうですね、はい、非正規の方が一発逆転で正規になれて、正規でもはっきりと使えないおじさんが、ビジネスインサイダーはきっといないと思うけど、丸の内の大企業にいると50代でゴロゴロしてるわけですよ、はい、で全然生産性高くないのに1000万円以上の給料をもらってる人が死ぬほどいるんですよね。だからあそこって要するに競争がなくて守られてて、うん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 、そういう意味では多分資本主義は完璧には機能してない。そうですね、会社の中で機能してないんですよね、はい、若者の間でやっぱり競争忌避っていうか、そんなに頑張ってがこう成長してどうするのっていうのも結構ありませんか、なんかそういう話を聞きますけど、ね、はい、なんかまあ僕の周りでも非常にそのファイヤー人気が高くてですね、うんうん、セミリタイヤどうするかみたいな、はい、セミリタイヤしようみたいな、まあ、できる限り、まあ、そんなにこう長く働かないで済むように、まあ、50歳まででリタイアしたいっていう人もいれば、なんかもう、まあ、僕の周りはその、フリーランスとかになるような人がいるような、職種なので、そうするとこう本当にフリーになってしまって、なんていうんですかね、住宅のコストが安いような地方に住ん でリモートで仕事を送るみたいな、それでなんか月10万稼げれば OK みたいな人もいますし、なんかでそういう考え方を全然こう否定しなくなっているような気はしていて、ね、例えば、はい、野田さんの世代多分そういう人いっぱいいると思うんです。なんかそう、例えば海外に住んで、例えばアメリカとかね、うんうんうん、ヨーロッパ住んでガンガンやりたいみたいな、そういう人もいるのかもしれないけど、それよりはあれなんですかね、例えば日本のまさに地方とかに、あまり海外とかでガシガシやるよりは地方とか移住して、まさにおっしゃってるのは、まあ、最低月10万ぐらい稼いでのんびりやりたいことやりたいみたいな、あまりその外に出なくていいっていう、 そっちの感覚の人も増えてるっていう理解でいいですか。そうですね、まさにすごい内向き思考だと思います。それでまあ僕のこれは偏見ですけど、まあ、さ一番最初の冒頭に話したような、その結構その社会主義的な方いいんじゃないっていうふうに言ってるのはそういう方ですね。内向きの、多分今そういう友達はファイヤーを言っている側だと思います、うん。僕もね、この前、僕今文化放送のラジオ出てるんですけど、
おいでよクリエイティブっていう番組出て、僕男性僕だけで残りの2人のパーソナリティ女性で、メインパーソナリティは西川綾乃さんが30ちょいくらいなのかな、でもう一人の子があの中田香菜さんっていって元乃木坂の子で、彼女が20代、うんうんうん、28ぐらいだと思うんですけど、なんか2人ともまず死ぬまで東京から出たくないと、まあ、結婚して最後老後ね定年退職を旦那さんがしたらって、2人とも結婚してないんですけど、旦那さんがあの定年退職したらたまに海外に緩く住むのはいいけど、もう東京が好きだから出る意味がわからないみたいな、結構ねファイヤー組の感覚なんですよね。うーん、だからまあ、あのそのうち地方に出る行くっていうよりは東京が好きなんで、だから東京で今の状態で現、まあ、早話は現状に満足してるんですよね結構ね。はい、ああそれよくわかります。はい、野田さんとか野田さんの周りもそういう人が結構いるっていう。そうですね、競争するためのなんかドライブがあまりないという感覚が非常にありますね。例えば車が欲しいとか、いい家に住みたいとか、そういう欲求がやっぱない人が多い感覚がありますね。僕これ本当面白いと思ってて、僕はあのどっちかというと、僕はそのもう年齢が20ぐらい上なんで完璧に皆さん野田さんの感覚分かってるつもりないんですけど、あ、全然ありだと思うんですよね。つまり、うん、ポイントは結局何が幸せかっていうことじゃないですか。はい、うんうんうん、で幸せって主観的なものなので、要するにある程度そういうファイヤー組の人たちっていうのは世界的に見るとはっきり言うと日本って貧しくなってるわけですね。客観的なデータだけ見ると、ね、はい、明らかに貧しくなっていて、あんまり将来性は高くないと。だけどそこそこ今の緩い所得と、で日本で物価安いのでいろんなものが安くもう手に入るから、そういう中だとこのまま緩くやってればあと80か90までなんか緩くいけそうな気がすると、うんうんうん、結構東京って治安もいいし、東京でも日本って治安もいいし食い物うまいしみんないい人たちだし、なんかテレビとかメディアも面白いし、まあじゃあここであと何十年かのんびり友達とやってったら、まあ結構そこそこ幸せだよねっていう、あの世界的に見ると落ちていくかもしれないけど、日本にいる限りはみんな幸せ共同体だよねみたいな感覚があるのかなと思っていて。そうですね、はい、それは非常にある気がします。でだとすると、例えばあの、まあ、僕もどっちかとそっちかもしれないけど、その世界海外とかに経験があるから、日本の若者奮い立て世界はこんなにもっと進んでると無理やみたいな、まあ、要するに田村幸太郎さんみたいな人ですよ、はい、あの別にあの田村幸太郎さん悪いわけじゃないですよ、僕はあれであれで素晴らしいと思うんですけど、あの ああいうのって何なのみたいな。そうですね、いやでも僕が感じるのはこのビジネスインサイダーでもこう、会議とかになると日本の今の若い子は積極性がないよねみたいな話になったりして、はいはい、でいやビジネスインサイダーのようなこうちょっと先進的なメディアの人たちでもこの理解がないんだなみたいな、こう本質的に感覚が違う。僕はねある、僕はちょっとある、野田さんにあの言っとくと、はい、でこれ正解ないじゃないですか、結局主観で自分がどうハッピーって思うかなんで、うん、だから僕は実はありだと思います。逆に言うと日本って多分この辺が当面二極化するんだろうなっていう、グローバルイケイケどんどんが大事だって思う競争ウェルカムっていう、そうでないと日本は没落するっていう人たちと、没落したっていいじゃんと、自分たちここにいる限りハッピーなんだから、でハッピーって主観度なんで、だから逆に言うと、まあ、そのくらいあの日本って豊かになったわけですよ、豊かになって今世界から見ると相対的に落ちてるんだけど、でもよく考えたらめちゃめちゃ豊かで、豊かさってもちろんあの GDP だけじゃないんで、ここまで来るとむしろそのいかにハッピーに生きるかっていう時って、むしろ治安がいいとか自然が豊かとか食い物がうまいとかの方が大事じゃないですか。で日本って実は全部、はい、全部満たしてるんですよね。確かに、うん、なんで僕は若い人のその感覚すごいよく分かって、で逆に言うと、もしかしたら僕はちょっとなんとか思ってるのは、日本って今すごいあのイケイケどんどん組が、世界が今イケイケどんどんなってるじゃないですか。だけど、はい、イケイケどんどんなったらどっかでこける可能性もあるかなと思ってて、まさにアメリカみたいに格差が拡大するみたいに、うん、そうなってくると意外と日本だけ最後ぬるく生き残るみたいな、なんで言ってるかというと、バブルの時に一番ぬるかったのが三菱銀行なんですよね。で一番イケイケだった
メガバンクとか会社がいっぱいあって、あそこは大量貸し付けやって、うん、でバブルでみんなこけたわけですよ。で一番ぬるくて当時舐められてた三菱銀行が生き残って今最大のメガバンなんですよ、ね、確かに。だからやっぱり人間って、そうそう、過剰にやると結構ダメなところがあるんで、なんか意外とそういうシナリオもあるのか。要するに日本はもうすでにある意味風の谷を実現してるんじゃないかっていうのが僕の関東も主観的にはそうなわけじゃないですか、はい、あんまりぬるくガシガシ競争するよりはみんなでそこそこ仲良くやってそこそこで生きていけば十分幸せですっていう、まさに風の谷なんで。うん、いや、なんかあたかさん、あたかさんってあの知ってます、あの有名な、はい、であたかさん僕仲いいんですけど、あたかさんがその風の谷構想っていうすごくいいことをおっしゃってて、いやでも結構社会的には風の谷に一部の若者もなってるんじゃないかっていうのが僕の、はい、そうですね。なんか同時に思うのが、そのツイッターとかで結構その比較的こう、まさにこう社会の厳しいところに置かれている方たちの意見も目にすることがあって、そんなこう自分をこれでいいんだろうかとこう悩んでしまうみたいなこともあって、そこはちょっと複雑なのかなと、ね、ですよね。だ多分野田さんぐらいのゾーンですよね、多分本当にちゃんと大学も出て、で年収もそれなりにきっちり安定したのがあって、で、まあ、いつまでこのメディア陣にいるかはさておき、それそこなりに会社はあの、まあ、ちゃんと雇用してくれるし、はい、万が一辞めても多分別のチャンスで似たような年収のところがあってってなってくると、これからはいきなり年収2000万とか3000万目指しましょうっていうのもテンション上がんないし、うん、世界がどうちゃら言われてもそんなに海外行くわけでもないし、そうですね、なんかコロナでそれがさらに内向きになっている気がします、いや僕はそれ全然ありだと思いますね。どうですか、僕の近いジェネレーションの時和さんと中山さんは風の谷構想っていいなと思って聞いてました。あたかさんが言ってるのはもっと自然の豊かなみたいな意味ですけどね、はい、あ、そっちの意味なんですね、はいはい、いや、あの先ほどの話で、あの世界で未だかつてその社会民主主義っていうんですかを実現した国家はないっていう話が出ましたけど、日本って意外に割と近いところにいるのかなと思いながら、そうだと思う、確かに言われてみればそうかもしれないですね。で、私日本しか基本的にはやっぱり知らないので、あの入山先生のようにアメリカ社会をよくご存知の方だと比較ができますけど、私比較対象がないから、日本って民主主義ので資本主義の国だってずっと思い込んでいましたけど、これやっぱもな程度の差が非常にあって、アメリカとかと比べると全然競争社会ではないっていうのはなるほどなと思いましたし、意外になんかこの社会はこういう感じでこれからも続いていくのかななんて思いました。そうすると悪くないのかもしれないですね。あのますます没落化しますけどね、世界的に見ると。ただ、ね、問題はやっぱり大事なのって、あの当たり前ですけど繰り返し言う、何が幸せかっていうことじゃないですか、で少なくとも野田さんとか一部の層はなんていうか、すごいなんかものすごい満足してるわけじゃないかもしれないけど、人類の目標って結局長い間幸せになりたくてここまで来た時に、結構まあそこそこ幸せなわけですよね。そうですね、なんか貧しいという、例えば飢餓になるとかそういうことはやっぱりないわけですもんね。うん、本当にもう心の問題でしかないという感じがしています。で、確かに時和さんおっしゃったように、そういう意味では、ある意味一番社会民主主義に近い国ですよね。一応民主主義で、もちろん長い間自民党勝ってるけど、あれ一応我々の選挙の投票行動で勝ってるし、選挙になんか不正があるわけじゃないし、実際自民党ね、一度負けてますから、一応民主主義は、あのいいか、まだ不十分かもしれないけどそれなりに機能して、その上で完全な資本主義みたいな競争社会じゃないんで、もっと自信を持っていいのかも、ね、そんな気がしてくる。僕日本に関してはそう思い、ちょっとそういうところは思います。だってアメリカ、豊かかもしれないけど格差異常に激しいし、今サンフランシスコはご存知のようにホームレスが路上に、ちょっとすみません申し訳ないですけど、路上にうんちをいっぱいするわけですよね。でフィラデルフィアとかもう人が住めないんですよね、危ない通りとか、っていうところはいっぱい出てきて、はい、いて、それこそ実は成田君にこう言っていいのかな、ちょっとここだけかもしれませんけど、前この前たまたまばったり会った時に、ほら最近今彼すごいメディアに出てるから、お前どうすんのみたいな、
この後またエールに残るのみたいな、だったらこんなメディア出てる場合じゃなくねみたいな余計なこと言ったら、いやもう帰りたいとか言って日本にアメリカもひどすぎてみたいな、まあ、そうっすよね、アメリカの社会を知って知るとや日本の良さもこういうふうに実感されるのかもしれないですね、はい、ただ逆にアメリカの良さもあるんで、当然その競争が激しいからこそ、グーグルが生まれ、テスラが生まれ、そうですね、自分が次なるグーグルを作ろうみたいなところ、人はアメリカンドリームをやっぱり、ね、言って、アメリカンドリームを実現する。そうなんですよ。だから、前から言ってるように、やっぱり日本って、日本としてどうしたいのかっていうのが定まってないんですよね。うん、それでかくて、要するにアメリカみたいになりたいけど、北欧の福祉国家みたいなのもいいなとか言ってるじゃないですか。いや真逆なんですよ。これ前もここで言いましたけど、デンマークに行った時に話を聞くと、もうね、我々はアメリカにはならないからって言ってるんですよ、デンマーク人って。だから、デンマークからグーグルが生まれることは絶対にないって彼は断言するわけですよね。デンマークってそういう国ですからっていう。で、日本って意外とそういう意味では、相馬な敵で日本人の特徴なんですけど、アメリカも羨ましいし、デンマークも羨ましいっていう状態なんで。おっしゃる通り、そういう中で多分社会の階層が生まれてて、多分野田さんはどっちかというとデンマーク的な感じで、うん、なんちゃってデンマークなんですけど、そうですね、特定の階層の人がなんちゃってデンマークに多くて、でも特定の人たちがやっぱりシリコンバレーを目指すみたいな、うん、シリコンバレーを目指してる人は実はそのペンシルベニアでスラムがいっぱいあるっていうのは誰も知らないので、うん、確かに知らないというか見ないようにしてるわけですよね。かなりクラスターが分かれている気がします、ね、そうですね、はい、まあ、なんか自他人からげにアメリカはいいとか悪いとか日本はいいとか悪いとかって決められないですもんね。非常に主観が決められないです、ね、僕の、ね、一作に言うと僕今日の野田さんの話を全面肯定するというよりはこういう視点もあるよっていうだけなんですけど、僕のその同僚の今ちょっとここだけ名前言うと平野正夫先生という元マッキンゼの社長だった、うん、僕のマスタービジネス同僚なんですけど、うん、彼が面白いこと言ってて、前アメリカに前行った時に結構向こうでまだ活躍している同世代とかちょっと若い人たちと会うと、みんなで日本人がいかに自分がアメリカで頑張ってていけてるかっていうのを熱弁するらしいんですよ、全員。僕も多分アメリカ行った時そうなんですけど、やっぱりこう超こうトップで競争社会で俺頑張ってるぜみたいな、日本ぬるいぜとか言ってるんだけど、最後にで日本に帰りたいのって平野さんが聞くと、みんな帰りたいって言うんだって。僕もそうですよね。僕もやっぱり日本っていい国なので、やっぱこれほど食べ物が美味しくて人が優しくて、安全な国って世界にないですから、で四季がちゃんとあって、なんで結構難しいですよね。それを多分こだから結構いい国だっていうのは確かにその通りなので、 GDP 以外のところだと、日本の社会以外をご存知の入山先生がそうおっしゃるのは結構真実味があります、はい、ただ、はい、そのままだと世界から取り残されるのも事実なので、うん、ね、ここどうするかですよね、はい、そこをちょっとまたね別の機会に先生にもともディスカッションできればなと思います、はいはい、今日はミレニアルからの、ね、なかなか変化球なテーマでしたけど面白かったです、はいはい、ありがとうございました。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 